アール・マクトゥーム国際空港の計画図アール・マクトゥーム国際空港はアラブ首長国連邦のドバイ近郊のジュベル・アリ地区にある世界最大級の国際空港であるドバイワールド・セントラル国際空港ジュベル・アリ空港とも呼ばれるドバイ国際空港までの距離は4 0トルの位置にある空港名称はかつてのドバイの首長であったマクトゥーム・ビンラーシド アール・マクトゥームにちなんで付けられた。建設が進められている人口複合都市ドバイワールドセントラル計画の一つである。計画では滑走路6本の巨大空港であり、ドバイの物流の中心となる。2010年6月27日、部分開業し、2013年10月27日に旅客ターミナルがオープン。旅客便の発着が開始された。 2014年5月1日、エミレーツスカイカーゴがドバイ国際空港より移転し、2015年10月25日にはフライドバイが新たに就航した。2017年11月12日、第15回ドバイ国際航空ショーが空港内にて開催。この航空ショーには航空自衛隊の C- に輸送機も参加している。 当初の計画では2017年に完全開業する予定になっていたが2007年からの世界金融危機で2027年に延期されたその後も湾岸経済の減速によって建設計画は遅延し2018年には開業予定が3年延期され2030年となったさらに2019年には建設作業が資金不足により中断していることが分かった 記事によれば、東空港の2018年の旅客受け入れ能力は年間2650万人に達しているが、利用客は口実の通り約90万人にとどまっている。2020年から COVID-19 による航空需要減退によって、ドバイ政府系列エミレーツ航空の運用を外れた余剰機体の整備保管空港として多くの機体を中期している。 公式サイトによれば2016年に約85万人、2017年2018年は約90万人の年間利用者があった。航空貨物の取り扱量は2016年に89.8万トン、2017年に97.2万トン、2018年に98.8万トンとなっている。旅客便貨物便。ありがとうございます。